お話し中すみません、プロデューサー。聞いてもらいたいことがあるのですが。オーディション受けさせてください。もちろん合格するだけでは物足りません。1位合格が目標です。いかがでしょうか。私のわがまま叶えてくださいますか。本当ですか。ありがとうございますプロデューサー。やあ、おはよう諸君。イメージ戦略は流行を知ることから始まる。では今日の最新の流行情報だ。お、どうやら1位の流行イメージが変わったようだ。これは考えどころだな。懸命頑張ります。はい、ありがとうございます。え、作戦とか何もなしなんですか。それで勝てるとも思えないのです。あ、もう時間。行ってきます。目と目が合う瞬間、尽きた時
気持ちでヒーリングの戻れない二人だと分かっているけど、少しだけこのまま瞳そらさないで。たくさんの人の波、あの人だけはわかる。繋いだ指の強さ、あの頃の愛が今動き出すの。揺れる気持ち、奪ってほしい。目と目がある瞬間、過ぎたと気づいた。あなたは今どんな気持ちでいるの？戻れない二人だと分かっているけど、少しだけこのまま瞳気持ちでいるの？戻れない二人だと分かっているけど、少しだけこのまま瞳そらさないで。合格おめでとう。テレビ見ていたよ。では結果が楽しみなアイドルランク報告だ。プロデューサー、今日も約束を守ってくださってありがとうございました。そう言っていただけると心強いです。それでは失礼します。すみません、プロデューサー、次のプロデュースなんですけど、できれば早めに再開したいんです。この日までにお願いできればと。難しいですか？よかった。ありがとうございます。
プロデューサー。それでは、お疲れ様でした。お休みなさい、プロデューサー。